実に良い眺めであろう。闇の力が無限に溢れ出してくるのだ。効かない。これが闇の腕輪の力。ヘルマガイヤー。我が肉体が滅びればこの島もまた崩れ去るのだ。いまいましき者たちもろともだ。お前たちもこの島と共に滅びるがいい。みんな見て、あれは神鳥レキス。私たちの世界で一緒に戦った神の鳥よ。はい、どうもグッサンです。それではドラクエヒーローズ続きプレイしていきたいと思います。いよいよ佳境に入ってきてますね。次で闇竜ですかね、シャムダを倒すところですかね。神鳥リティスに助けられたところですね。もうなんかネバーエンディングストーリーの世界でしたけどね。鳥が喋るとかね、なか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 なお世界でございますが、はい、まあ、そういうのは、まあ、気にせず行きましょう。シャムダが地上に姿を現すまでまだ少しは時間が残されているはずだ。それに王と八つを迎え撃つための準備を進めておこう。まずはエルサーズ城の安全確保じゃない、市民たちの避難所として開放できるようにしておかねばならん。もしもお城の中に魔物が入り込んじゃったりしたら大変だもんで、よく確認しておきましょう。じゃあエルサーズ、城の侵入者たち、これをやろう。それもどうなみたいな感じやわな。エルサーズ城に帰ってきたわ。うん、この感じほっとするなぁ。ってのんびりしてる場合じゃない。闇竜シャムダが現れる前にやれることをやっておかなくちゃ。闇竜を迎え撃つにはここエルサーズの守りを固めておく必要がある。速やかに城と町の安全を確保せねばな。まずは城内の魔物を一掃しましょう。おそらく城の正面からより魔物が少ないこの裏道から侵入するのが得策です。お祭りの日に行ったこの道に、よーし行こうよ。うん、オッケーオッケー。油断せずに行きましょう。よし行こう。うわ、早速な歓迎っぷりやん。会いたい。会いたい。おわ、カウンター食らった。あ、いった。だからレベル上がった。ジレーズだ。どこや。オッケーオッケーオッケー。とりあえず皆殺し状態でいくか。
マポレーナ。戦いの歌を歌って攻撃力を上げていく。まあ、そう。ほい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 。ツー。まだ行くか、お前。よし、行け。突っ込め突っ込め。なんだか。ほこりっぽいところがね。髪が伐った死体の爪を見て。ちょっと敵を倒すのよ。みんな頑張りましょう。あ、レベル上がった。で、行ってこい。よし、レベル上げて。レベル上げて。攻撃力上げといて。行くぞ。おいおい、ワンツー、ワンツー、ワンツー、ほい、倒した。はい、しまったな。さすが。たわいもない。ここに来ると思いますね。あのお祭りの日のこと。あの時は私たち何も知らなかったわ。分かったわ。この世界のことや自分自身のことも。そうだな。だが今は全部俺の作戦に隙はない。終わりか、これで。これで終わりか。今回ちょっと短いな。この辺りの魔物は全部片付いたわね。それにしても裏道までこんなにいるなんて。予想以上に多くの魔物が入り込んでしまっているようだな。おそらくこの先の極座の魔物にも魔物どもがひちめいていよう。 ここは慎重に進まねばな。よし、戻ってくるな。でもこれはもうこのまま行きましょう。ちょっと短すぎるわ。アリーナ、残念な知らせだ。舞踏大会の延期が決まったそうです。そんなすごく楽しみにしてたのに、なぜ延期になってしまったのでしょうか。あのムキムキ女の使いが悪さを働いたとか。いや、そうではない。どうやら私も魔物が悪さをしているようなのです。ラバトールの町長からの知らせによれば、町の周辺に多数現れたキラーパンサーが大会の準備を邪魔をしておるらしい。わかったわ。また、キラーパンサーを全部やっつければ、大会開催できるってことだ、ね。姫様もし。よーし。よし、私、いたずらのキラーパンサー。ああ。しかし、泥棒の手がかりを得るためには、舞踏大会は何としても。よし。俺たちも協力して。ああ。よし。キラーパンサー。ああ。はあはあ、いや、まあそれはしませんけど。はい。で、ホワイトパール。で、あ、まよ。じゃあ、先へ進もう、このまま。魔竜の地図。終焉の魔か。じゃあ、行きますか。魔物一掃作戦。
でもやはり城内に入り込んだ魔物の数はかなり多いようですね。そのようですね、それに魔物たちの意見も心なしが増してきているようですが、シャムダの放つ闇の力の影響が強くなっているということか、つまり、シャムダが王と近づいている、来ているってことね、急がなくちゃ。魔物を一掃した裏道のエリアではすでに市民たちが避難を開始しており、裏道に魔物が侵入せんにはこの扉を守りながら城内の他の場所にいる魔物を一掃するのです。扉を守りに、あ、そう。懐かしいのを褒めろ。いつぞやはここでガーガー怯えておったな。ガーガーなんか言ってないよ。ちょっとびっくりしてただけだもん。はいはいはい。ジェシカはいたずらがすぎるでガス。玉座の、まあ、すごい量やな、これ。過激し頭いい。任せたぞ。よしよし、これでいい。とりあえずは任せたぞ。煉獄入り。煉獄入り。煉獄入り。はいはいはい、よし。どんなもんでかせ。灼熱火炎山。よし。あー、ちょっと待って、影山さん行ってこい。頼むぞ。任せたぞ。内藤あかんな。内藤って すごい量来るな、ほんま。キラーマシン2。よし。
キラーマン一つまた出てきちゃったわ。よいしょ。ほい。魔王の使いか、今度。あ、いった。飛んだ。よいしょ、はいはい、ワンツーワンツー、うわいって、あ、痛い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 、オッケー、どうした、大変なことになってる。何やこれ。何がなんやろ分かれへん、とりあえず攻撃ができてる、
うわあ、やられた。どこへ。シャド連発。覚悟するのね。まだって。死んだか。うわ、でかいの来たぞ。でかいの来やがった。こっちどうや。どこ行っけ。ボストロール前方の敵に大ダメージ。
頼むぞ。頼んどくで。なんかおるな。灼熱かいんだろ。もうちょい。よし、これで OK かな。まだまだか。あ、こいつか。読み通りだ。読み通りらしい。お城の中にいた魔物さんたちはみんないなくなったようですね。よかった、これで城の中は安全です。ディルク様、まだ避難していない城下町の市民を城の中に避難させましょう。エルサーゼの民たちを一人残らず城へ避難させるのじゃ。はい。それでは、今回の動画なんですけど、この辺りで終わっておきましょう。それでは、また次回の動画もよろしければ見に来てください。よろしければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。